僕はこうやって喋れるし、しんどい、苦しい、痛い、逃げたい、助けてほしい、いっぱいいろんなこと言える。ただ、トーマくんとか、ユーハちゃんとか、犠牲になってる子供たちは、言いたくても、言えない、伝わらない、逃げられない。皆さんこんにちは、レスクハウスの時間です。今は車の中で、撮影をしてるんですけど、先日ね、2歳の女の子ゆうはちゃんが熱中症で亡くなりました。で、去年僕が、トーマくんがバスの閉じ込めにあった際に、どれだけ苦しいのかきついのかっていうのを車内で撮影させていただいたんですけど、今回はね、それにマスクをつけた時にどうなるのか、やっぱりコロナウイルスとか、サル痘とか国内で、発見されてると思うんですけど、子供にとってマスクっていうところと熱中症、これが組み合わさった時にどうなるのかっていうのを改めて車内で撮影しようと思います。はい、熱中症情報で危険っていうのも出てます。で、カメラ回してまだ5分程度、5分も経ってないぐらいなんですけど、もう僕もどんどん汗を出ていると思い出てます。はい、今もね、はい、これ今 iPad 2台目です。高音注意っていうので、まだカメラが1個止まったんですけど、このカメラだけで行こうと思います。まだ開始5分程度。はい。もう汗だくですね。見えるかな？はい。だからこの動画がアップされるのは多分2、3日後かな？わからんけど。猛暑っていう時に撮影してどうなるのか。で、ちゃんと熱中症の、警報とかが出てる時に僕の体を通してみんなに伝えたいなと思ったんで、もう真夏に撮影してます。で、子供って好きな時につけて好きな時に外せるかっていうと違うよね。親がつけなさい、つけときなさいって言った場合、つけるっていう選択肢しかないと思うよ、子供って。親は、例えばね、大人とか僕とかは、もうマスク無理やってなっても、パッと外せるじゃないですか。けど子供って、やっぱり親の言うことを聞かないといけないと思ってるし、親のことが大切だから、親を悲しませたくないから、いうこと聞いてくれると思うね。けど、こういう密室で、例えばこれが、今、車の中で実験してるけど、車の中はね、一気にもう45度とか40、後半、47、50度近く出るから、あえて車で、熱中症の初期症状、もしくは、状態を、熱中症の症状をみんなに見てもらえるかなと思って、やってるんですけど、これが家の中でも一緒やね。で、この、ゆうはちゃん、2歳の女の子っていうのは、ベビーサークルで閉じ込められて、で、エアコンもついてなかったと。で、窓を開けて扇風機つけていったと思いますみたいな会見があった、ニュースで記事上がってたんですけど、それでも、同じ状況やと思うね。今は、僕、車内でギュッと凝縮された、ところで撮影してるだけで、これがちょっと部屋が広くなって、数時間も。はい、どれぐらい時間か経ったんかわかんないですけど、今、iPhone が高音注意からやっと解除されたんで、撮影も続行してやっていこうと思います。で、急に iPhone がこんな感じで高音注意で
電源が落ちてしまうよね。はい、また高音注意になったんで、急遽動画をまた、回してます。で、今までまだ10分経ったか経ってないかぐらいだと思うんですけど、汗がね、こんな感じで、もう全身出てます。全部。はい。で、僕がこの動画を通して、皆さんに見てほしいポイント、伝えたいポイントっていうのが、一つ目が、暑い中でのマスク。で、二つ目が、閉じ込められてるっていうこと。これが、家でも、ベビーサークルでも、この社内でも一緒。これがどれだけ、この二つが揃った時に、どれだけ危険なのかっていうのを、見てほしいんですよね。はい。で、前回の動画、トーマくんのバスの閉じ込め事故。でも、同じ症状やね。まずは、大量の汗。これが初期でバーって出てくる。これがトーマくんもそうやし、2歳のゆうはちゃんも同じことになったと思います。ただ、僕はこうやって喋れるし、しんどい、苦しい、痛い、逃げたい、助けてほしい、いっぱいいろんなこと言える。ただ、トーマくんとか、ゆうはちゃんとか、犠牲になってる子供たちは、言いたくても、言えない、伝わらない、逃げられない。で、熱い、苦しい。それを考えるとね、やっぱりもっと、熱中症のリアルっていうのを、伝えたいなと。はい、iPhone がやっと復活したんで、このまままた撮りたいと思います。さっき吹いた手が今もうこんな状態。はい、今手がねちょっとシワシワになり始めた頃かな。大人でもこんだけしんどいのに、それが2歳の子供ってなった時に、みんなどう思う、うん、僕は消防の現場とか通してより敏感になってるだけなのか、みんなどう思うんやろなって。ただ熱中症ってなんかね、日陰で休んどきとか、めちゃくちゃ危ない危険なものって認識してる人どれだけおるやろうなって思って、僕らの世代で体がだるなったから熱中症かも、だから休んどきます、休んだらええねん、あいつまたなんか怠慢やなとか言う人もいると聞いてます。うん、違うよね、熱中症って本当に命を奪うもの。アメリカはね、確か7月の今の現時点で24人かな、社内の閉じ込めで犠牲になってるとニュース見たんやけど、これアメリカやからとかじゃないから、日本もかなり起きてるからね。それが死亡事故かどうかで言うとまた別やけど、かなり起きてて、かなりたくさんの子供たちが危険な目に遭ってるよと。で、子供の死因のトップに入ってくるのが不慮の事故なんですよ。これって不慮な事故？みんなにとって。不慮な事故じゃないよな。僕からしたら殺人と一緒や、こんな。違う？どう？みんな。これは不慮な事故なの。親がさ、子供が、ベビーサークルの中に入れて、まあ別に今回のゆうはちゃんだけじゃなくてもいいよ。パチンコ行く親とか、子供を置いて、飲みに行く親とかね、子供を置いて、ホテルに泊まる親、親だけじゃないで、親っていう、単語ちょっと違うかな、他
保護監督責任がある方、それが大丈夫と思った、死ぬとは思わんかった、予想外でしたって、こんな言葉言っていいのって思うよ。はい、今にどれぐらいやろ、今で40分45分ぐらいやと思うんですけど、なんでやろね、多分前回よりもしんどくなるペースが早くて、やっぱりそのマスクかな、で呼吸コントロールが難しくなる。一回動悸してきたなって思うと、なにそこに意識してしまってかわからんけどね、かなりしんどいと思えば、そっからコントロールさすのがめちゃくちゃ苦しくなってきてる状態です。で、汗も相変わらずずーっと出てるんやけど、これが出んようになるまで行ってほしいなと思うんですけどね。今ってこんな感じ。わからんかな。わかりづらい。で、この動画を通して、みんなに絶対に覚えておいてほしいのが、同じように、僕と同じように、体験はしてほしくないかなと。うん、僕、昭和の時に、上司、うん、尊敬する上司の方がね、まあ、消防士って自分の限界知らないと救助現場行けないんですよね。簡単に言うと。うん、ヒーローみたいに限界突破ですみたいな、カジバナバカ力みたいな感じで救助するんじゃなくて、チームワークで、チームとして一つの命とか、まあ、助けを求める人を助けるっていうことが消防ではすごい大事になってくるから、自分の限界って知らんのに、行きます行きます言うとって僕が倒れてたら、他の隊員が危険な目に遭ってしまうんですよ。なので、消防っていうのは、限界値を知るっていう訓練とかを徹底してやるんですよ。なので僕はまだ限界値来てないです、正直。限界値来てないので、まだ続けられるんですけど、皆さんはその限界値を知る訓練とか勉強っていうのをしてないので、同じような実験っていうのはやめてほしいなと、本当に。うん、YouTuber とかなんか YouTuber の撮影中に119して、ね、それこそ、命。まあ、危険な目に遭う可能性が極めて高いので、本当に真似だけはやめてほしいなと。なので僕の体を通してみんな知ってくださいと。はい、iPad もまだ高温注意、これで6回目ぐらいかな。ちょっと冷やします。じゃあ今から後半なんで、ここから限界まで、症状を出していきたいなと思うんですけど、はい、皆さん、自分が緊急事態になった時とか、自分の大切な人がしんどい苦しいってなった時、人間ってどういう行動に出るかっていうと、冷静にコントロール、息をコントロールして、労力を使わずに誰かが助けを来てくれるまで冷静に何も考えず体力温存するっていう方、いないですよね。はい。できないです、ほとんどの方は。僕が同じでもできないです。だから、人間っていうのは、自分が緊急事態になった時、最後の力を振り絞って、SOS を出したりするのよね。で、今回は、社内の閉じ込めっていうことなんで、僕が声を出して SOS を言うんですけど、自分の大切な人とか、自分が閉じ込められて、SOS 出すときは、必ずクラクション、まず使おう。クラクションを使う。
はい、皆さん見ていただいてありがとうございました。皆さんに同じ思いをしてくださいとまでは言わないです。ただ助けてと言った時に助けてもらえなかった子供たちがいるよということを最後気づいてもらえたらなと思います。はい、ありがとうございました。